はい、土地パフォーマンスです。今日はボンドボディより992テックアートの続きをお伝えしたいと思います。でちなみに今日は992テックアートなんでちゃんとテックアートポロシャツを着ております。はい、まあ、そんなどうでもいい話は置いといてですね、992今このような状態になってます。一応エアロ取り付けるのに、まあ、バンパー本来外す必要はないみたいなんですけど、一応他の部分もペイントする関係で、バンパー一回取り外してるみたいです。はい、でリアも同様に今取り外されてます。であとはブレーキキャリパーペイントが済んでるようなんで、もうテックアウトのロゴが入ったブレーキに変わってます。でこれよく見ていただくと白じゃなくてシルバーの、テックアウトロゴになってるようです。であと足回りは一番最初にお伝えしたんですけど、カーベの車高調が入ってます。いやバラバラですね。はい、でちなみに、今リアの配線作業をしてもらってます。でリアに関しては、まあ、ハイマウントは、純正のものがつかないようになって、テックアウトのウィングの方にハイマウントがつくようになってるんで、それの配線加工を、今ボンドボディのスタッフにやってもらってます。ちなみに純正バンパーはこんな感じで、各部のペイントがもう終わってるのかな。プラスさん終わってますか。これ終わってますよね。はい、ちょっと後で差し込みましょう。純正のザラザラの部分を全部ピアノブラックに、ペイントして高級感を高めてます。で純正のバンパーに関しては固定はもうポルシェ変わらずですよね。テールランプ外したところにビスがあって、まあフェンダーの内側下側止まってるっていう感じです。であとはウィングがつくんで、この辺のステーが新設されてる感じですね。はい、もう間もなく、取り付けが始まるんじゃないかなっていう、そういう状態です。であとフロントバンパーは、向こうに乗り上がってるみたいなんで、ちょっと見ていきたいと思います。行きましょう。はい、でこちらが今乗り終わったバンパーになります。であとパーツ一部今貼り付けてる状態ですね。はい、であとダクトは、艶消しのプラスチックの素地だったものを全部ピアノブラックに塗って質感を高めてます。でリップがもう取り付けされてますね。はい、こんな感じです。であとはポルシェなんでアンダーカバーとこの辺が全部くっつく感じです。でこれは、テックアウトの部品でこんな感じでちょうどいいようにつくようになってます。はい、もういよいよ完成かなっていうなんですけど、まだちょっと完成じゃないですよね。はい、そうホイールなんです。はい、で肝心のホイールがまだ届いてないっていう、リアルに今日、12月26日本当に間に合うのかっていう、はい、そんな状態でございます。ちょっと1点だけ、この年末になんでこんなバタバタしてるかっていうと、ボンドグループ特にその輸入パーツを、取り扱ってる関係で、結局アメリカのその新作が出るのが、10月のセマ、ヨーロッパの新作が出るのが、11月のエッセル、その関係でやっぱりちょっとその日本の1月の、オートサロンっていうのがどうしても新作を入れる関係でどうしてもギリギリのスケジュールになっちゃうんですよね、っていう言い訳です。はい、でも本当にこれから届くパーツなんかもあるんで、本当に開催ギリギリまで本当にかっこいい車を皆さんに見ていただくために、現場の人たちが今頑張ってますんで、はい、ぜひ会場で機会があれば見てみてください。はい、であとは、オートサロンに出展する他の車もちらほらあるみたいなんで、ちょっとそれを見ていきましょうかね。で2回目の動画で意味深に後ろに映ってた、570、実はですねこれオートサロン出展車両でございました。はい、で 1060 インダストリーズっていうところの、まあ、アメリカ製のカーボン製のエアロパーツですねを今つけてもらってます。でリアと、あとフロントが今ちょうど取り付け作業です。バンパーを取り外して、全部今作業してもらってます。センターの部分だけ今ついてる状態ですかね。こんな感じでこれもかなりかっこよくなりそうです。まあ、あとはマクラーレンがこんなバラバラになってるっていうのもあんまり多分見ない光景だと思うんで、ちょっと見てみたいと思います。こんな感じで、はい、まあ、ボンネットのトランクの内側を全部外した状態ですね。はい、でスタビが思いっきり丸見えですね。まあ、メカニック元メカニックの僕からするともうスタビ交換がめちゃくちゃ簡単そうな、はい、車ですっていう、そんなどうでもいい話は置いといてですね。であとは向こうのゲレンデですね。オートサロンの出展車両紹介で、色が謎だった、マンソリーのゲレンデ黒だったみたいです。
なのでちょっとそちらも見てみたいと思います。はい、で今ちょうど、取り付け作業を間もなくスタートするんじゃないかなっていう状態です。でグリルのエンブレムの部分はもうマンソリーのロゴに変わってます。でこっちにはちっちゃくマンソリーのバッジがついてますね。でこれがなんと光るっていう、はい、イルミネーション連動で光るそうです。はい、あとバンパーももう間もなく取り付けが始まるかなっていう感じです。ちょっとあんまり触ると怒られちゃうんでちょっとこれも差し込んでおきましょう。はい、でマンソリーのパーツ本当に非常に作りがいいんで、まあ、あんまりなかなか一般の方が見てもちょっとこのどの辺がどうなってるのかってちょっと分かりづらいと思うんですけど、本当に全部こういうはめ込みされる部分まで作られてるんですね。でそれぞれのパーツには全部このマンソリーのロゴと、実は細川コーポレーションの細川っていうのも入ってるんですね。はい、このところに送った部品ですよってことだと思います。はい、であとなんとこちらのゲレンデ、キャリパーペイントが完了しております。マンソリーのロゴがしっかり入ってますね。はい、いやこれもちょっと間もなく出来上がると思いますけど、非常にかっこよくなりそうです。はい、パーツが消えないですはい、リアルにパーツがまだ届いてないそうです。はい、今急ピッチで作ってもらったのを送ってもらってるんで、はい、本当にこんな状態でございます。はい、であとはですね、あちらに見える、ガメタリックの Q8、あの車も実はなんとオートサロンのどこかに展示されるそうです。ちょっと遠目でちらっと、今本当に最終的な、車の組み立てというかエアロパーツの組み込みが、進められてます。エアロはこれアプトのフルエアロで、固められたアプトの外装のコンプリート化になりますね。はい、これもどこか会場にあるみたいなんでぜひチェックしてみてください。で今ちょうど取り付けるディフューザーを発見しました、992の、はい、最初のパーツ確認でバラバラだったパーツが全部組み込まれて、はい、全部ペイントが終わっております。ピアノブラックでいいのかな、ピアノブラックだよねこれも、はい、やられております。あ、そうなんだ、そう、はい、うわ、重った、大丈夫、大丈夫ですか、992からそうなんですか、あるあるあ、こうですか、はい、はい、でちなみに余談なんですけれども、今フロントバンパーをこれ今ひっくり返した状態です。なんとですね、この、別にテックアートの部品ではないんですけれども、このラジエーターのこのフィンの部分ですね、はい、これって実は可変になってるそうです。 991.2、991の後期から、この機能が追加されて、要はラジエーターに当たる風の量を調整して、動くようになってるみたいです。いやすごいね、だって普通こんな見る機会ないじゃん。はい、でフロントバンパーももうなんかこうあれだよね、じゃあスープラのバラし方に対抗して992のバラし方やる、はい、で992、まあ基本的にはまあ開けたとことこの下側かライトの下側、そうはまる感じになってて、あとはフェンダーの中と下側ですよね。ただアンダーカバーが全部つくんでかなり取り外すのは大変みたいですね。でやっぱりこれだけ純正でも考えられてる車なんで、やっぱり波のエアロじゃこうやっぱり性能ダウンしちゃうんで、こういったきちんと機能も伴った性能も伴ったエアロっていうのが非常におすすめです。まあ、日本だとどうしても100キロが、新東名で120キロが、まあ、制限速度であるんですけれども、やっぱりその車の本来持ってる性能を損なわないエアロパーツだったりだとか、はい、部品チョイス、まあ、それは好みだったりだとか使用用途によっても違ってくるとは思うんですけれども、やっぱり車本来の性能を生かしたまま、はい、むしろそれを上げる、はい、エアロパーツっていうのは、非常に選択肢といい、非常に選択肢としていいんじゃないかなと思います。はい、で今こちらでは塗り終わって乾いたパーツが今こちらに仮置きされてます。これからもう一回、まあ、磨いてだったりだとか、っていう作業になってくると思います。でこれが992の、リアスポイラーの部分ですね。塗った直後なんで多分塗装もちょっとモヤモヤモヤってしてたりだとか、多分動画でもお分かりいただけるんじゃないかなと思います。でこれを全部磨いて平らにしてからもう一回クリア拭いたりだとか、はい、っていう作業がまだこれから残ってます。はい、でこっちは、マンソリーの G6 さんのフェンダーですね。はい、この辺なんかも、ここからまたさらにちょっと作業が残ってるという感じです。でちなみにこの手前にあるこちらは、なんと RS7 の
スポイラーですね。R7 なんです。なんですけども、車はベンツにつけるっていう。はい。まあ R7 の形がすごく良かったんで、まあそれをどうしてもベンツにつけたいと。ということで、まあちょっとこの辺を全部車に合うように加工して、取り付けをこれからするみたいです。はい。そういった加工も、ボンドボディお任せいただけます。はい。で、今、リアバンパーの仮付けが今終わったみたいです。はい。で、先ほど説明させてもらった通り、ここが、グロスブラックにペイントされてて、まあ、ナンバーのベースだったりだとか、結構992でもここがプラスチックの素地なんで、結構ちょっと、正直ちょっとチープな感じが出ちゃうんですけど、やっぱりここを塗るだけでも全然イメージが変わってきますね。マフラーカッターも塗装されてます。こちらも同じくグロスブラックにペイントされてます。であとは、ここが、テックアートのパーツになります。はい。ここもボディ同色で塗って、まあ、バンパーの純正バンパーとの違いがちょっと、アピールされてます。であとは最終的にはここに、ディフューザーが取り付けされる感じになります。まあ、この辺いろいろ塗り分けてみるなんていうのもいいかもしれませんね。はい。まあ、なんでこの辺のパーツを別の色に塗ったりだとか、あとはマフラーカッターをあえて塗らないとか、はい、そうするとマフラーカッターがちょっとこう目立つ主張する感じになると思いますんで、まあ、その辺は本当にお好みで、車を作っていけるんじゃないかなと思います。